どうも、ジョニー・オカのセミナル・シュークス。さて、本日申し上げたいのがですね、先ほどお伝えした FRB がね、ディープステートの影響で、なぜできたかっていう話をさせてもらったんですけど、ウィルソン大統領はですね、アメリカのキングメーカーですね、シティとかウォール街の金融資本家、に大統領にしてもらったのが、ウッドロー・ウィルソンだという話をしたんですけど、それでそこでですね、ある時ウィルソン大統領がですね、難題を吹っかけられるんですね。それはですね、ウィルソン大統領は実は、プリンストン大学の総長時代に、不倫をしていたというね、その不倫相手のご婦人の息子がですね、金銭トラブルを起こしたということで相当な負債を抱えたらしいと。そこで、その母親の代理人の弁護士がウッドロー・ウィルソンに大統領を訪ねに来た。大統領になったばっかりの時ですよ。で、その弁護士の名前はアメリカではかなり有名なですね、弁護士ですね。視聴者諸君は初めて聞くかもしれないんですけども、サミュエル・ウンターマイヤーという弁護士。このサミュエル・ウンターマイヤーっていうのが実はアメリカの当時のウォール街の最も有力な法律事務所の一つで、クッケンハイム・ウンターマイヤー・マーシャルという法律事務所があるんですが、そこの腕利きの弁護士の一人だったんですね。サミュエル・ウンターマイヤーはですね、弁護士であり法律家であり、アメリカ財務省顧問であり、かつ、米国ユダヤ人委員会委員長、さらに米国ユダヤ人愛国者連盟会長などを歴任している、ユダヤ人なんですけど、そこで、ウンターマイヤーがですね、ウッドロー・ウィルソンに話を持ってきたわけです。私が代理人を務めている黒人の息子が25万ドルの負債を作ったと、今で言うと2500万ぐらいなんですけど、100年前ですからね、今の100倍ぐらいの借金ですからね、20億ぐらい借金してたんじゃないでしょうかね、そういった莫大な借金をしてしまったんですけども、ウッドロー・ウィルソンはね、これは何とかしないけんと。で、ここでウォンター・マイヤーが続けてこう言うんです。ついてここにあなたが、あなたというのはウッドロー・ウィルソン大統領ですね、黒人に宛てた手紙、ラブレターでしょうね、その黒人に送ったたくさんのラブレターがを25万ドルで買い取ってほしいとディールを持ちかけてきたと。つまり断ったらそれをメディアに流されてむちゃくちゃにされる。さらに言えば自分の不倫相手の息子の借金も工面できるということで、ウッドロー・ウィルソンも大統領になったばっかりですからね、大統領というのはね、内閣総理大臣もそうなんですけどね、国際金融ので金を稼いでる独占体のやつらと比べるとほとんど給料がないですからね。で、ウィルソン大統領もその25万ドルの借金を返せないということもあって、ウンターマイヤーはね、もうこれは 100% 25万ドルで買い取るだろうと承知でですね来てるんですけど、
そして、ウッド・ロビルソンが、25万ドルで買った時にですね、分かりましたと、じゃあ私が何とかします、その代わり条件が一つだけあると、それは次に、最高裁判所の判事に空席ができた時には私が、つまりウンターマイヤーが推薦する人を判事にして指名してくださいというディール、取引があったわけです。もちろんもうウッド・ロビルソンからするともう意味わからないので、お金が助かったと、まあ安直に思ったんでしょうかね。まあ OK したわけです。それからほぼ1年後に、まあ正式には忘れましたが、おそらく1年後ですかね、最高判事の最高裁判所の判事が欠員を生じたということです。そこでウンターマイヤーが推薦したのがルイス・ブランダイスというユダヤ人の弁護士。この、弁護士はヤコブ主婦の顧問弁護士だったんですね。ヤコブ主婦って言ったら日露戦争でお金を貸してくれたユダヤ人ですね。なので彼は、ルイス・ブランダイスはですね、まあ、ユダヤ系で最初の米国最高裁判所判事になるわけです。でこのルイス・ブランダイスを推薦して、ウィルソンは、その通りですね、ルイス・ブランダイスを推薦して、それが議会で承認され、最高判事に、ルイス・ブランダイスは、就任するわけです。まあなぜね、長々とこの例を出したかというと、このルイス・ブランダイスはですね、アメリカ史上初めてユダヤ系の最高判の判事になったわけです。つまりですね、ウッド・ロー・ウィルソン以外の人たちはね、ほとんどユダヤ人なんですね。わかりますかね、あの前回のやつも見てくださいね、号を見てくださいね。でこういう人がですね、今から100年以上前の話なんですけども、アメリカのこの心臓部を、まあ、握ってたというか、もう握りつつあったとか、もう握ってたと思うんですね。それがですね、小生が申し上げるディープステートの原点ということになると、まずはですね、金融を握る FRB ですね。はい。でそれから司法に進出して、でアメリカの最高裁判所の判事はトータルで9人、その中の1人に100年前にユダヤ人を送り込んだと。しかもその送り込んだ経緯がウッド・ロー・ウィルソン大統領のスキャンダルだったということでござると。これが重要なんですね。ここに何か不透明なものを感じると。結局そのルイス・ブランダイスというユダヤ系のね、弁護士が最高判事に就任したと。でこの後にね、小生が申し上げることももちろん歴史教科書には出てきません。アメリカが第一次世界大戦、1914年ですね、参戦することにもなるんですけど、このルイス・ブランダイスはね、当時シオニズム、ね、パレスチナの地にユダヤの国家を作るという運動の先頭に立てた男なんですね。で彼がパレスチナのにユダヤ国家を作る必要性をもうウィルソンにね、淡々とね、説いたということなんですね。なぜそのことがアメリカ参戦と関連するかと申し上げますと、当時ですね、イギリスは苦戦をしてたわけです。ドイツとのね、戦争で。当時第一次世界大戦があったことは皆さんご存知かと思いますけども、ドイツと若干のオスマントルコとかですね、あとはオーストリア・ハンガリーとかね、
それ対イギリスとフランスだった形ですね。そうなってくるとね、やっぱり形勢が悪いということで、どうしてもアメリカを参戦させたいっていうのが当時大英帝国ですね、イギリスの意向だったわけです。で、その取引の材料になったのがパレスチナ問題だったわけですね。そこでそのアメリカを参戦させるために大英帝国がパレスチナにユダヤ国家を作るということに同意すれば、アメリカも参戦させるっていうのがこのブランダイス以下、アメリカ、それからイギリスはもちろんロスチャイルド以下、有力な金融勢力もいたわけでございますけれども、その人たちの、戦略だったわけです。そこで先頭に立って活動したのがこのルイス・ブランダイスという男だったわけです。そこでですね、1917年の4月にアメリカは第一次世界大戦に参戦する。3年後ぐらいですよね。その参戦の引き換えにイギリス、大英帝国がパレスチナにユダヤ人国家を認めるということでね。でもフランスの銀行のですね、エドモンかな、3代目のロスチャイルド銀行の彼も尽力してるんでね、やっぱりそのアメリカからもヨーロッパからもダブルでね、行ってたんでしょうね。そしてここまでは、教科書には載らないんですね。で、ここから先だけピュッと急に 教科書になるんですね。イギリスが突如バルフォア宣言というものをね、宣言をするわけですね。第一次世界大戦終了直後に、イギリスのバルフォア外相が A ロスチャイルド卿に送った書簡、A 政府のシオニズム支持に表明が記されたものになるんですね。わかりますか？つまりですね、第一次世界大戦をアメリカが参戦するためにね、ディールをしてですね、今のイスラエル建国をするためにバルフォア宣言をさせたっていうのが、あともう一個の、あれがですね、このオスマントルコがね、当時こう占領してたね、サウジアラビアだったりとかイラクだったりとかね、イランとか、要は石油が出る場所ですね。つまり20世紀というか19世紀末ぐらいからはもうずっとエネルギー戦争なんですね。そこにですね、サイクス・ピコ条約だったりとかね、スンニ派とシーア派とペルシャ人とクルド人ですかね、が絶対に宗教的にいざこざが起きる場所に、ディバイド・アンド・コンカーといって、ディバイド・アンド・ルールで国境線をまっすぐ引いていく。つまり中東の国境線っておかしいでしょう。つまり彼らがいざこざを起こしてね、起こしてね、力が保てないようにね、ユダヤ人の住むイスラエルに攻めてこないように、ユダヤ人以外の国家がね、隣国が喧嘩するように強いていると。これ日本にも同じようなことができてるでしょうね。ということでね、もうすぐ15分経ちますからね、竹島とか八方四島とかね、あとは尖閣諸島かな、隣国が仲悪くなるように国境線を引かせる、これがユダヤ人のやり方なんですね。ということでね、また、明日かな、よろしく。チャオ。